悩み相談。はい、今回の悩みはですね、これいい悩みだなというか、悩みというか欲求ですね。欲求、人の欲求、欲望、ここについて、テーマは何かっていうと、吉谷さんの収入を公開してくださいと。吉谷さんの収入を公開してくださいっていうね、そのテーマでちょっとお話しようかなと思うんですけど、これちょっとネタをいただきましたんで、ネタ提供はちょっと伏せさせていただきます。要はいくらぐらい稼いでんのかっていうところを知りたい人がいるんですよ。みんな知りたいと思うんですよ。要は隣の芝が青く見えるっていうね。そうで、僕自身はたまに使います、マーケティングとして。なぜならばみんな隣の芝青く見えるんで、で僕なんか再生数ほとんどないじゃないですか。で、本当に稼いでんのみたいな、コンテンツ販売本当に稼いでるんですかっていうところありますよね。多分あるんですよ。なので僕はクレジット決済、銀行口座のね、ちょっといいやつはいろいろな支払いとかいろいろあるので、そこは見せたくないので、クレジット決済のやつにボリュームに関しては管理画面が出るんでね、それを管理画面スクショしてそれをレターに貼るときはあります。いくらぐらいコンテンツ売ってるよっていう。だからそれはマーケティングとして使います。なぜならばみんなそこ知りたいからです。隣の芝知りたいですよねって話で。ただし一般公開はしないですよ。 LINE に登録してくれてる人に商品売るときに使います。例えば、ヒラさんっていう方いるんですけど、結構、マニアックなんで知ってる人は知ってると思います。ミスター X とかヒラさんとかね、そこら辺知ってる人はだいぶ情報通だと思うんですけどヒラさんとかもね、エセ起業家とは違うんで、なんかレターにね、税金、この納税どれぐらいしたっていう、なんかその載せるみたいな。川島さんもやってます。川島さんもどれぐらい年収1億って、本当に年収1億いってんのみたいな、行政から出る、何ですかあれ、所得税か分かんないですけど、それのやつを載せてます。それはそういうとこ知りたいっていう人がいるんで、いや本当に年収1億円いってますよみたいな、で行政から出てる、所得税 その納税なんちゃらとか、そういうの載せてるわけですよ。だ僕も使います、たまに。でもね、はっきり言いますけれども、一番大事なコアは何かっていうと、隣の芝は確かに青く見える、ね、隣の芝は確かに青く見えるけど、あなたの芝は今日何手入れしたんですかっていう。もう一度言いますね、確かに隣の芝は青く見えるよと。ただし今日あなたの芝生は何手入れしたんですかっていう。それがもう本質です、ね、僕もいろんな商品売ってきました。で、僕が提供する商品は自信を持ってます。なんで自信を持ってるかっていうと、実際にやってきてるからです。経験積んでるからです。本も一応出してますよ、ね、本も。しかもこれ自費出版じゃないですからね。本も出してます。本もね、本どこだ、あれ本どこ行っちゃったかな。あ、本あるわ。多分リアル本あんま出せないと思うんですけど、どうですかね。リアル本出してますからね、ちゃんと。これ物としてありますよ、ちゃんとやってきてます、はい。でこれもね、お金を、僕が大金を積んでね、どうしても本出版したいんですみたいな感じでね、大金を積んで本を出版したわけじゃなくて、0円出版です。0円で出版してますから。これは週刊システムさんっていうところが、こういう企画でこういうコンセプト、切り口で本が世の中にあんまないから、これで出したいっていうところで、僕に声かかって出せたんですけど、0円です。でもそのスキルなかったら出せないでしょって話じゃないですかね。そうだから、一応分かりやすいね、本とかもありますけれども、やってきてます。だからそのやってきたことだったりとか、経験積んできたことをしっかりお伝えしてるんで、商品の中身には自信があります、僕は、ね、その嘘じゃないですから。やってきた、もう15年も、今も現行でやってますけどね。そう、今もこのフォローアップ勉強会、今日ドリームアカデミアの作ったんですけど、そこでもね、直近のリアルタイム、2日前とかね、もう直近だったこともシェアしてますから、リアルタイムです。もう僕が本当に体験したことも、直近のことも、ガンガン言ってるんで、嘘じゃないですよ。そうだから自信あります。だけどノウハウ自信あるし、だけど僕いっぱいいろんな人に売ってきて思ったことがね、結構その
騙されましたっていう人とかノウハウコレクターですとかいっぱい来るんですけども、どんなにいい商品を提供してもどんなにクソの商品を提供してもやるの誰ですかっていう話で、だからいい商品提供してもこれ意味あんのかなみたいな思う時もありますよ。これ実際に僕がムカついてたのが、やっぱその今僕ちょっと隣の芝全く見てないんで分かんないですよ。隣の芝全く見てないし、隣の芝とあの距離を置いたんで、東京と鹿児島でかなり距離を置いてるんで、もう全く情報入ってこない部分あるんですけど、やっぱその東京でやってた時は周りから来るんですよ、ね、プロダクトローンチで何億円売り上げ上げたとかね、ね、いや それ詐欺じゃねみたいなおーみたいな、いや入ってきますよね、めちゃめちゃ悔しかったですよ。俺こんなに頑張ってね、ちゃんと商品届けてちゃんとサポートしてて、なんかそんな何億円稼ぎましたね、ふざけんじゃねえみたいなね、わかります、なんかこのまあわかんないかもしれないですけど、ちゃんと提供してても売り上げはね僕の方が少ないわけじゃないですか。俺ちゃんとやってるのになんで売り上げ少ないの、ふざけんなみたいな、まあそのねふざけんなっていうところがちょっとモチベーションにもなってる部分あるんですよね。絶対負けないみたいな、俺ちゃんともう現行でやってるぜみたいな、もう続けるし本物提供しとるぞと、本物僕やっとるやんみたいな、日々やっとるやんみたいなねまあそういうのもちょっと僕のモチベーションの一つでもあるんですけど、まあ今はね最近もう本当にもう情報も入ってきてないし見てないんで分かんないですけど、どうなってるかね、まあ情報商材っていう本出しときながら情報業界どうなってるか分かんないですけど、だから結局その内容がカスカスで嘘のものだったとしても本物だったとしても結局やるの誰なんですかって話で、僕が本物のいくら提供してもお客さんがやらなければその本物は活かせないんですよ。何も活かせないです、何も活かせないし売り上げゼロですって話です。はい、もうそれがもう本質かなと思いますね。だからまあそのなんかほとんどの人が目に見えないことって信じれないですし、本当に稼いでるのかとか本当にどうなんだろうっていう部分あると思いますよ。いや僕も昔ありましたけども、結局それを思ったところで自分の芝生をちゃんと手入れしてるのかが全てじゃないですか。これ嘘偽りもなく本当にそれしかないんでね、確かに人間なんで本当に隣の芝は青く見えますよ。見ちゃいけないっていうことも言わないです。だって人間だから見ちゃいますよ。羨ましいなと思いません？思いますよ、そんなのは。じゃあそれを自己実現したいんだったら、それを自己実現したいんだったら、自分の芝をとにかくね、綺麗にする、とにかくなんか育てるっていうことをするしかなくないですか？いや本当にこれがね、全てですね。だ結局なんかその僕はいろんなお客さん対応してるんで思うことが、そういうふうに言ってくる人ってほとんどうまくいかないですね。マジであんまりうまくいかないです、多分ね割合的に言うと、まあ 70% 以上はうまくいかないんじゃないです か半分以上はその証拠見せてくださいと だからこの前ね、その去年か一昨年億万長者やった時もありましたからね、なんかその本当に稼げる保証してくれるんですかみたいな、その億万長者合宿に参加したら稼げる保証してくれるんですかと、でどれぐらい稼げるんですかって、知らねえよっていうのをちょっとブチ切れて動画撮ったんですけども、知らねえよと、知らねえよと、自分がどれぐらいやるだけじゃないですか、はっきり言って。え、そうじゃないですか。いや、やり方を教えられますよ、1億稼ぐやり方を教えられますよ、やりますかっていう。だって僕1億円稼いできたことありますから、売り上げ作ったことありますから、10億円ぐらいは作ってきましたよ。いや、ありますよ、やりますって。じゃあアフリエイトセンター作ります、アフリエイターさんと接待しますっていう、僕接待してましたからね、アフリエイターさんのちゃんと売ってくれてる人に対して、あの個別でアプローチして、いつも売ってくれてありがとうございますっつって接待してましたよ。そういうことやります？アフリエイトセンター一から作って自社の商品をアフリエイターさんに売ってもらうとかね、あとキャンペーンで動いてもらうってことやらな、やるんですよ。もしくはね、一番マックスで僕があの会社でやってたのは、マグマグの号外広告一発、マグマグの
これで、ね、めちゃ怒られたんですけど、マグマグの号外広告、投資系の金融系のリストに対して号外広告一発80万です。やりますか、一発80万ですよ。でそれで200リストぐらいしか取れなくてボロクソ怒られたんですけどやりますか。だから広告出していくしか、1億稼ぎたいんだったら数増やしていくしかないので、自分で増やすか広告出すかしかないじゃないですか。広告もアフリエーターさんに広告料を払うのか、もしくは巡行でメルマガ広告出すのか、 Facebook 広告出すのか、 PPC 出すのかしかなくないですかって話で、でそれをできるだけ早くやりたいんだったら広告出すしかないですよ。じゃあ1リストに対して2、3000円、1万円払いますっていう話で、やってきたんで教えられますよ。アフリエイトセンターの立ち上げ方、アフリエーターさんにね無料で何千か払う、じゃあキャンペーンやるときにどういうふうにやるのかっていうの教えられますよ。広告費1000万とか ありますか。広告費1000万かけるんだったら1億いけますよ。まあ1000万と言わず500万でも、まあそのやり方によってですけど、できます。だから1億稼ぐノウハウはいくらでも教えられますよ。やりますかっていう話で、やんないですよね。だからやんないノウハウって価値がありますかって話で、だから僕がなんでそれをあんまり教えないのかっていうと、みんなできないからです。だから僕が先導を切って無料でガンガンやって、広告一切使わないと、広告一切使わない、無料でガンガン行くと、無料でできるもう許容範囲超えていくぐらいやっていくっていう、でそれでいろんなフィードバックを得て、そこを熟成さんに還元していくってことですね。できることをしっかりと、これだったらできるよねと、だ今日フォローアップ勉強会で撮ったやつも、これだったらできるよねっていうところを落とし込んで話してますよ。でそれをちゃんとやってくれてる人は、ドリームアカデミアを運営しても3年以上経ちますけども、月収100万達成してる人何人も出ましたよ、ちゃんとやってる人はね。なんでまあ、話をまとめると、まあ隣の芝は青く見える、しょうがないけれども、見てもいいけど、自分の芝生どれぐらい手入れしてるんですかと、今日どれぐらい手入れしましたかと、それをやらない限り隣の芝生と同じにならないってことです、一生。ちょっとまあ強めのメッセージですけど、まあ結構あるんでね、こういう系のは。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。